FM 横浜ポッドキャスト達也維新横浜ハミハミ、あら新ちゃんおかえりなさい。おお、なんだよ。あ、またロマンティック横浜聞いてんの？うん、あのさ、ロマンチックマンなんだけどさ、いまいち推しが弱いと思うんだよね。まあロマンチックなんだから推しが強いのも変じゃない？まあちょうどいいぐらいがロマンチックっていうことじゃない？やっぱり。まあそうなんだけど、正義のヒーローならやっぱり必殺技みたいなのが必要じゃん。なんかロマンチックビームみたいなの、そしたらもう女の子がベロベロになっちゃうの。まあな。でロマンチックビーム浴びたら恋に落ちるっていう寸法になってるわけ？そう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 。でカップルハッピーエンドみたいな、んちょっとしんちゃん、ワンちゃんやってみてよ。ねえ、ここでやってみて。なんかロマンチックビームってやってみてよ。ちょっと待ってよ、ちょっとネクタイぐらい外させろよ。ちょっと、まあ、分かった、あ、やるから。もうなんで夜中に俺帰ってきてくたくたなんだよ俺本当に。ここに、いや、何ロマンチックビームってビーム伸ばすのね。ビームの最後の方はちょっと揺らしてみて。ビームって、あ、なビームっていう、わ、まあ、わったわかった、まあ、やるはいはい、やります。はい、ちょっとお前、ちょっと襟を引っ張るなよ。お前シャツの襟を引っ張るなよ、苦しいじゃん。やるから大丈夫だよ。分かった。ロマンチックビームね。うん、え、立ってやんなきゃいけないの？いいじゃん、もう座っちゃったんだろ。分かった、立ってやります。はいはい、じゃあ行きますよ。はい、ロマンチックビーム。ダメ、ダメ、もうもっと力強いのじゃないと。だってロマンチックじゃないもん。分かった。じゃあ行きます。ロマンチックビーム、どう？いい感じじゃない？これ今のみんなビームっていうところが、これもおじいちゃんみたいになってる。もうなんか50過ぎみたいな感じ。ちょっとやめてよ、ちょっと声冷める。もっとロマンチックビームってもっと激しいのが欲しいの。じゃあ押し強いのやってみるか。ちょっと待ってる。いやもうしんちゃん、脱いでどうすんの？どう、何やってんの？だってビーム出すのに押しが強いのがいいって言うから、やっぱちょっとパンツ一丁になってみようかなと思って。じゃないとほら押し強くできないやん。そうじゃなくって、とりあえずそれはしまって、え、ね、それは収めてね。いいんだから、ズボン履いてていいから。じゃあ上は裸でもいいわよ。だけど言っていい？この頃ちょっと肉ついてない？だからそれ推しじゃないから、あのセクシー系じゃないからね、上脱いでも。あ、そうか、ちょっと食いすぎてっからあるからな俺。ちょっとごめん。じゃあ分かった、これじゃあズボンでこれでいきます。ロマンチックビーム、それもう一回目にします。いくぞロマンチックビーム、ビームビン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 ビーム、ビン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 ビーム、おお、収められないビンビンビンビームビン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 横ハミ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 。さて、ポッドキャスト石井達也横ハミハミでも、皆さんからのメールは紹介しますからね、こういうとこは手抜かないんです僕はね。ラジオネームずったもんださんからですけど、石井さんこんばんは。その界隈では伝説の番組横ハミを
初めて聞かせていただきました。どの界隈のこと言ってんだよ。でお前のさ、お前のなんかテリトリーの界隈なんてそんなに広くねえだろう。なんか随分小さいこと言ってんな。最初は今まで聞いたお昼の石井さんと人格が全然違っていて。そりゃそうだろ。こんな夜中にお前真面目な話してもしょうがねえだろ。だってみんな疲れてんだからよ。この時間で合ってるかしら、時間を間違えたと半信半疑でした。あ、そう、あーなるほどね。まあ時間が1時というね時間帯もありあるからな、うん、しかし聞いてるうちにだんだんと慣れてきました。慣れてきたんだ。よかったな。なかなか慣れるまでがな大変だよ。やっぱり 3,4 回かかるから、石井ワールドのジャンルの幅広さに改めて天才を感じた深夜でした。深夜に俺を天才だって思ってくれてるお前の気持ちが優しすぎて嬉しいよ俺は。そっか、なるほどな。俺の天才ぶりをね夜中に、感じてくれて、そしてポッドキャストがさらにひどかった。ひどかったって、いや最高でした。たぶんかっこ笑いって書いてある。こいつ完全に俺バカしてんだこれ。そこでつかぬことをお伺いしますが、横浜って何の略ですか。もしよろしければ初心者に教えていただきたいです。こいつ完全に俺をバカしてんな。まあな、まあまあいいよ。まあ横浜ってだから横浜じゃつまんないからさ、だからまああのハヒフヘホとかまあミムメモで、まあ横浜でも面白くないしねえ、目じゃまずいしってんで。で見にしたっていうその理由だよ。だまあその名前ってそういうのぐらいがいいんだよ。あんまり考えすぎるのはよくないのよ。うん、まああのそんなことなんですけど、なんか俺まともに答えちゃったこいつに。やだ。ちょっともう一枚行こうかな。ラジオネーム石の海。こいつ名前からしてなんかちょっとまずいな。いきます。初回放送を聞きました。初回ってやめろよ。初回ってやめろよ。初回放送を聞きました。衝撃。もういちいちエクスクラメーションマークの3つもつけやって。初回放送聞きました。エクスクラメーションマーク衝撃。エクスクラメーションマーク2つ。あの日は仕事の悩みでなかなか寝れなかったんです。石井さんのラジオ今日からだから素敵な声で癒されて寝ようと思ったら、そういう感じの番組じゃなかったんですね。さらに目が冴えましたって書いてあります。そうですか。まあね、まあこういう喋りですから、まあ夜中なんでね、まあ、あの皆さんもうお疲れになって、まあ、眠っちゃっちゃまずいっつんでね、ちょっと力入れて言ってるもんですから。でもあなたの名前も石の海ってものすごい硬いじゃないですか、名前がね。というわけで、どんどんとメッセージもね、このハミハミの方にも送っていただきたいと思います。メールの方はですね、ハミアットマーク fmyokohama.jp まで送ってください。そして昔のブルーレイと横浜時代の小ネタも聞いてもらいましょうということで、そういうコーナーもあるんですね。今回の蔵出し横浜はこちらです。とある旅館で、ごめんください、すいません。はい、はい、いらっしゃいませ。ここは旅館ですよね。一泊したいんですけど、いいでしょうか。あらあら、ようこそいでくださいました。どうぞどうぞ、一泊と言わず、二泊でも三泊でも。ありがとうございます。で、その料金はおいくらになるんでしょうか。料金ですか。一泊二食でお一人様2000円からなっておりますけども。一泊二食付きで2000円ですか。安いですね。結構いい旅館だと思うんですけど。うわ、助かります。
ではお部屋にご案内いたします。スリッパお履きになりますか？はい、そうですね。できれば、あの、板の間、あの、冷たそうだし、旅館にはスリッパが似合うかななんて思ったりして。そうですか。それではこちらのスリッパをどうぞ。片方500円、両足で1000円です。あの、スリッパでお金いるんですか？ま、あの、こちらではそういう設定になっておりますもので、はい、別に履かなくてもいいんですよ。冷たいですよ、床が。いやいや、あの、スリッパの1000円ぐらいどうってことありませんからね。あの、じゃあ中井さん、これ1000円。ありがとうございます。それではお部屋の方へ参りましょうか。お荷物お持ちいたします。あ、どうもすいません。どうぞ。重いですよこれ、大丈夫ですか？お客様のお荷物を持てない中井なんていませんよ。ま、マカジンして。よいしょっ。あら、10キロぐらいありますからね、これ。重いわ。そうですね。あの、僕、本が好きなもんで、本とか着替えとかいろいろ持ってきちゃってんですよ。ね、1キロ100円ですので、10キロ1000円になるんですよ。すいませんね。ほら、ここにほら、ほら、あの、重量メーターも用意してるんです。10キロになってます。え？荷物を運んでもらうのにも、お金かかるんですか？まあ、都会のホテルのポーターさんにチップをあげたりするなもんですよ。ねえ、これ10キロ、これ10キロ、これ。まあ、そうですよね。中井さんもいろいろ大変ですしね。いろいろ、あの、身の回りのお世話なんかもこれからしていただきますし。じゃあこれ1000円。あら、ありがとうございます。すいませんです、本当に。さ、あの、こちらでございますよ。はいはい、このお部屋です。今鍵を開けますのでちょっと待ってくださいね。これこれ、あの鍵を開けるのもお金がかかるみたいなことってあるんですか？だったら、あの、自分でやりますけど。あら、そんな嫌だわ。鍵を開けるぐらいタダですよ。もう、ではどうぞ。はい、スリッパはここで脱いでくださいね。はいはい、お部屋へ。ほら、スリッパを揃えなくちゃ。片方500円で両方1000円です。あ、スリッパ揃えちゃったんですね。で、1000円なんですね。あ、なんか分かってきたような気がします。ありがとうございます。お部屋の窓から景色がとっても綺麗ですよ、ここのお部屋は。へえ、嬉しいな。景色はいくら見てもただだからな。そうですよね、中井さん。そりゃそうですよ。景色でお金取れませんよ、いくらなんだって。心行くまでご覧になってくださいませ。うわ、すごいな、富士山が目の前にあるよ。いや、いいお部屋だな。なんか今までの苦労がなんか吹っ飛んできちゃった、この景色で。ありがとうございます。はい、お茶入りましたよ。あ、お茶入れちゃったんですか？しまった。やっぱり今までの感じからすると1000円ぐらいですかね。すいません、本当にね、玉露なんですよ。玉露なんです、これ。いい匂いで、ほら、プーンってね、玉露ですから。ふふふって、じゃあ2000円ぐらいするんですか？あの、まさかこれお茶ですよ。お茶の葉が500円、お湯が500円、茶碗が500円、これ茶菓子がね500円ですので、合計2000円でございます。本当にありがとうございます。はいはい、もう分かりましたよ。あとはもう全部自分でしますから。あの、布団も自分で敷きます。あの、浴衣ももう使いませんし、僕、あの、裸で寝るの好きですから、あの、タオルもいりませんよ。もう、あの、自分でタオルありますしね。もう静かにしておいてください、中井さんね。お願いします。
そうですか？なんだかお気を悪くなさったみたいで。ねえ、なんだろう。なんでそんなに怒ってるのかしら。それでは、あの、大浴場の場所をご説明いたします。はい。あ、いやいや、いいですよ。いいです、いいです。本当にいいです、本当に。もう冗談じゃないですから。自分で探しますから。もういくら使ってると思ってるんですか、これ。もう。え ?2000 円つって。なんだったらもうお風呂なんか入んなくていいですから、俺、別に。もういいんです、俺。1週間ぐらいだったら平気ですから。もうこうやって旅してますからね。もう出てください。もういい、いいですよ、もう本当に。さようでございますか、本当に。残念ですがね、本当ごゆっくり。何かありましたら、そこのお電話で9番、フロントにつながりますんで、では失礼いたします。ここ、閉めておいた方がよろしいですか？大丈夫です。自分でやりますから。いいですから、もう。そのまんまにしといてください。もう触んないでいいですよ。はいはいはい、もういい、そんなにペコペコまたお辞儀料で500円と言われて嫌なんで、あんまりペコペコしなくていいですよ。あ、もう、まあ、はいはい、まあ、いっちゃったな。もうおかしいと思ったんだよ。もう安いなって、2000円ってことはねえもんな。だって玄関周りさ、びっちり作っちゃって、ものすごいもん、なんか生地の剥製とか置いたりしてよ。まあ、いったもうな、もう風呂でも入ってくっか。もう自分で行けばタダだろうな。またこれスリッパなんか履いてるとこ見られてると大変だからな。裸足で行こう。裸足でいいよ、これ。スリッパなんかいらねえもんな。お邪魔します。あ、中井さん、別に用事ありませんから。全部自分でやりますから。いえ、中井ではございませんの。当旅館のおかみでございます。あ、おかみさんですか。いや、いや、中江さんだと思ってびっくりしちゃいましたよ。本当に、ああ、よかった。もういろいろ言いたいこといっぱいあったんですよ、おかみさん。大腸を持ってご挨拶に参りました。おかみの挨拶は5000円からになりますが。達也医師横ハミ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 。今回はこのあたりで石井哲也でした。チェガチェンチェンチェガチェガチェンチェンチェンチェレチェン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  FM 横浜 Podcast。